バタフライのラケット作り、いかがでしたか？僕はたくさんの国でプレーしてきました。世界には笑顔で卓球をしている人たちがいっぱいいました。そんな笑顔をもっと増やしたい、たくさんの人に卓球の魅力を伝えたい、いつまでも大好きな卓球と羽ばたいていきたいと思います。